1844年の著作の冒頭に掲示されたハイシュの肖像画。ハイシュの肖像が描かれた版画、1820年9月1日出版。ロバートハイシュはイギリスの作家。多作であり、小説、秘作、歴史に関する著作、ドイツ語書籍の翻訳など幅広い分野の著作を手がけたが、最も著名な著作は用法に関するものだった。 マークハイシュの息子として、1777年に、ノッティンガムで生まれ、同地で洗礼を受けた。フランクフルトアムマインでドイツ語と、フランス語に関する知識を得た後、中央ヨーロッパ、スカンディナビア諸国、ロシア帝国を旅した。1815年に、初めて洋法に関する著作、エイトリーテス・オン・ザ・ネイチャー、エコノミー、アンド・プラクティカル・マネージメント・オブ・ビーズを書き、 1817年、1842年、1844年に第2から第4版を出版した。オックスフォード英国人名辞典はこれを19世紀初の用法に関する貴重な著作として評価した。1844年の第4版ではフランソワ・ユーベルの34の誤りを挙げているが、オックスフォード英国人名辞典では廃種の方が誤りだとして、 むしろ、ユーベルの貢献を明らかにしたと評している。イギリス養蜂協会に加入して、協会の名誉秘書として1819年にパンフレットを出版した。ジョン・デブレットから出版業者、トマス・ケリーを紹介され、ケリーは、廃種に著作を依頼したが、デブレットは、廃種に90ポンドの紹介費を要求した。廃種は75ポンドしか支払えず、1819年に、 逮捕された。デブレットの死後、敗手は一旦釈放されたが、今度はデブレットの債権者が取り立てに来て、廃止は再逮捕された。1850年4月にケンバーウェルで死去した。死後、妻ままりアペティ廃止が廃止の医療を管理した。突起がない限り、本節の出典は英国人名事店。ありがとうございます。